どうも、こんばんは、エネムです。さあ、今回は第1回レイドイベント大いなる脅威オール襲来の、進行状況の中間報告会です。ですね、まあそのまあなんていうんですかね、コインの状況と、あとどれぐらいで取れるかとか、まあコツとかいろいろ話していけたらいいなと思うんですけど、ですね、まあ大体1日コインどれぐらい取ってんだろうな。どこで見るんだっけ、ここか。確かこの白い方の星が交換で20コインで1個、金色が20枚で、この白い星が1個で、このこっちの黒い星の方が10枚、10枚じゃねえわ、いや10枚か、10枚で1個でしたよね。で、金のメダルを取るには、まあ、仲間の救援依頼の、まあ、一定数のパーセンテージを超えた攻撃をするとか、銀メダルを、まあ、そのパーセンテージ超えなかったとしても銀メダルとか銅メダルもらえるんで、それで、銀のメダルを100枚かな、100枚で何枚だったっけ、1枚だったっけ、いや10だっけ、わかんない、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、もらえるということですね。で、今の俺のオールの状況なんですけど、あ、終わってた。どこまで行ってたっけな。88なんですよ。で、全然自分の攻撃してないんですね、僕。ですね、多分自分の集中して攻撃してたら多分ね、100はいけてると思うんですけど、今の状況だとね。でも自分の攻撃してもなんかほとんど意味がないっていうか、もうだんこうアリーナのこのポイントをね、無駄にしていくだけであんまり意味がないんで、まあその早く金コインを集めたいっていう方は多分もう味方のもうなんか大体今の時期だと70とか80とか、まあ大体60アップしてるやつらに、3個であったり、5個であったりで、助けてあげるのがいいんじゃないかなと、思います。まあ90とかならね、もう超強化でいくしかないと思うんですよね。70、60あたりはまあ3でいけるかなって感じですね。てなわけでね、ちょっと今できる分の交換してみましょうか。何個いるんだろう、金コイン。周回報酬で確か、周回じゃない、発見者か、発見者報酬で確か黒が2枚と白が1枚くれるんで、待ってよ、滝沢10枚と10枚だから、黒の方で、あと8個いるから80、金、黒の方だけであと金が80枚でしょ、金コインが。で、こっちの飛躍のなんて発揮石かな、わかんないんだけど、こっちがあと9枚いるんで、肉18であと180、80と180で260枚いるっていう計算になりますね。まあとりあえずまだ1枚も交換してないんですよ。まあ、どれだけ金コインのペースをいけるかっていうのを今ちょっと見てて、毎日あのね、毎日大学がちょっと忙しくて、卒業研究とか忙しくて、あんまりね、この一日中やれるってわけでもないんで、もう帰って時間があるときに一気に石砕いてガーって回ってっていう感じですかね。まあ、大学でもちょこちょこやってるんですけど、金のレイドメタルを100枚でとりあえず交換して、銅は100で1か、まあまあ普通に考えてそうか。おかえり。まあ難しいですね、やっぱり時間も少ないんですけど、例えば運営からの配布石とかをガチャに使うんじゃなくて全部スタミナに回すとかすれば普通に間に合うとは思うんですよ。うん、多分みんなガシャに使って普段のあるこのスタミナだけで UR オールを取ろうとしても、それは多分無理な話だと俺は思いますね。多分それで文句を言うのはちょっと、間違ってるかなと思いますね。ガシャで UR 当てたい、でもイベントのオールも取りたいっていうのはちょっと、わがままなんじゃないかなと思いますね。見ててすごい、ツイッターですっごい文句言ってる人とかいっぱいいるんですけど、それならもう課金すればいいじゃんって話。今133個なんで、あとまあ金メダル130ぐらいですかね。
まあやっぱり今やっと半分ってなってくると結構精神的にも厳しいのかな。学生さんはまだマシな方、社会人とか仕事してる人から見るとマジで厳しいイベントだと思うんですけど、まあ頑張るしかないですね。というわけで、中間報告といろいろ雑談でしたね。あんまり話すこともなかったんですけど、本当に申し訳ない、フレンドを前から何回か募集しててすごいアクティブな人ばっかり今本当に欲しいんで、UR の覚醒数とかそういうのもちょっと気にするんですけど、やっぱりアクティブな人が欲しい。10時間とかそれぐらいインしてない人とかがいると、やっぱりそのね、フレンド以来生きてる中から取って、その人はちょっと切っちゃうっていう方法を取らせていただいてるので本当に申し訳ないんですけど、もしフレンドの上限が50から増えるのであれば、もう本当にどんどん増やしていきたいと思ってるんで、本当にフレンドを切った方は本当に申し訳ないです。その代わりですね、フレンドに新しくなった人の、救援にはなるべく行っています。もうほとんど1では入ってない、もう3か5で萎縮抱きながら入ってるんで、僕のね、80レベルのオールとか、もうすぐ90かな、もうすぐ90ですね、次89なんで、よかったら、強化して入ってくれたら嬉しいです。本当にフレンドの救援に強化して入った方が自分も得だし、救援出した人も得なんで、まあ、そこをしっかりとね理解して、UR オール目指して、頑張っていきましょう。ということで、今回の中間報告会でした。皆さんはどこら辺まで進んでいるのでしょうか。ちらほらフレンドのところにね UR オール取ってる人がいるんで、早く追いつきたいですね。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。